で、まあそんな感じで、まあもう限界を超えた、はい、こう感情、良くも悪くも感情的でエモい配信をずっとしてたわけじゃないですか、うん、そんな中でやっぱ、まあ、感情的だから、まあ、どうしてもまあちょいちょいあの荒れるんですよ、はいはいはい、物議を醸していくんですよ、ね、炎上したりとか、はいはいはい、あのそれこそあの、まあ、言われたのはあのいやそんなに炎上するなら YouTuber なんてやめちゃえみたいなあのことは結構言われたんですけど、そんな俺に対してはぶっちゃけどう思ってる？炎上するから YouTube、 あ、まあいいや、そのコメントはまあいいか、そのコメントはあのコメントですけど、別にだってその人の感性で YouTube やってんだから、炎上する人はするし、しない人はしないとは思うけどね、うん、しないように気をつけるとかはできると思うけど、うん、ほら結局はほらその人が悪気があって言ってない言葉が炎上するんだと思うから、基本はね、その人が本当に悪いと思って炎上してたら多分そういうやつは勝手に消えていくと思うけど、ずっと続けててたまに炎上しちゃうっていうのは多分その人が本心でそう思ってなくて、言葉が難しくてそういう例えした時に炎上しちゃうってパターンだと俺は思ってるんだよね、勝手に。あ、要はあのしっかりと伝わりきらない、そう、伝わりきってないみたいなだと思うんだよね。例えばそのなんだろう、まあ例は言わないけど、例えばゆうすけさんがじゃあ炎上しました、うん、多分それはゆうすけさんが本当に伝えたかったことじゃなくて今まで多分ほぼ炎上してるとは俺は思ってる。あ、だから、でもさ、でもあれじゃないですか、うん、僕ってやっぱ性格的にさ、あの、まあ、分かると思うんですけど、うん、あの僕ってあれなんですよ、まあ、いわゆるあの HSS 型 HSP なんですよ。なんすか、なんすか、なんかのあれっすか、復活の呪文かなんか、あの、はい、あの、ここに字幕が今入ってる、字幕が今入ってると思うんですけど、あの、HSP っていう、あの、ハイリーセンシティブパーソンっていう、うん、要は少し繊細な人ですね、うんうん、物事をちょっと深く考えちゃうようなって感じ。そう、なんかあ、これはかんあ誤解されてる方非常に多いんですけど、病気じゃないです、うん、あくまでもそういう性格、性格上も、そう、性格の人なんで、で、これは実際あの5人に1人は HSP っていう、へー、感じなんで、例えばあの何あの芸術作品とか、うん、とかそれこそ映画とかを見てちょっと泣きやすい人とかで、その中でも HSS 型っていうのはちょっと厄介で、あのいわゆるあの外交的な繊細さんなんですよ。うん、そう、あの普通はあの繊細だったらあの、まあ、要は傷つきやすいとこがあるから、あのちょっと内向的な方がちょっと多い傾向にあるんですね。うん、ところがその中でも刺激を求めたがる繊細さんっていうのがあの危険な道に行きたがるって感じ。そう、刺激を求めたがるっていう、うん、でこれはあの、まあ芸能人で言えば、あのロンドンブーツの田村淳さん、あ、そうなんだ、が言ってるんですけど、そうっていうの、で多分僕もそれだと思うんですよね。だからこうやってなんか繊細で傷つきやすいけど、うん、YouTube をやりたがると。ああ、そういうことね。あ、まあ多少はそういうことも俺も思ってたけど、でもなんだかんだうまくやってるなとは思ってたけどね。うまくやってるかな、うん、まあもちろんちょびちょびね、あの病んだりとかしてるのは見てるけど、まあでもなんか自分と向き合いながらやってるかなっていうのも思うけどね。あ、俺どっちかというともう本当に落ち込んでなんか YouTube やめるとか言い出すのかと思ってたから、あ、そういうのがないっていうのはいい傾向なんじゃないかなって勝手に思ってるけどね。うん、YouTube でもそれもちょっとね考えなくはなかった。うん、まあもちろんね、やってる、やってればさ、その時の気持ちで変化もするしさ。そうそうそう、うん、俺みたいにだってほらね、あの動画投稿をやめますって言っても別にポケモン GO やめてるわけじゃないから、うん、ポケモン GO は前向きにめっちゃやってるし、なんならねもう毎日5個炊いてるしそうそうそう、やっぱそういうのもあるし、やっぱその時の感情とかもあるからどうなのかなって思ってたけどね、すごい続いてるし、まあ、ただやっぱそうやって弱った人間にやっぱね来る人は多いから、弱みを見せるとやっぱそういう人がいっぱい来てるんだろうなとはちょっと思ってる。ゆうすけさんのところにそういう人たちが集まってる感じはある。そのなんていうの、その弱い者いじめをするっていうか、なんか正論をわざわざ言わなくてもいいのにぶつけてなんかね、あのいじめてくるような人がいるかなと思うけどね別に見なきゃいいのにと思うけどね、うん、だからそんな中ね、ちょっとどう今後やっていったらいいのかなっていう話をちょっと今日お二人に聞きたかったんですよ、ね。まあ、俺も別に長年やってきたわけじゃないからあれだけど、まあそうだね、言葉遣いに関してはもう難しいからなんかなっちゃったらすいません、そういう意味じゃなかったですって別にツイートして、別にそれに対する反論とかに関しては返事しなくていいとは思うけどね、俺はね。なんかほらそこでさ、自分の正義をぶつけ合ってもさ、お互いにイライラしちゃうだけだからさ、
そうそう、まあ間違いなんか絶対誰にもあるんだから、そこは別にしっかり謝ってさ、なんかね、あの言葉が間違えましたとか言えばいいと思うし、みんな多分通ってる道だと思うよ、そこは。有名な人たちだってみんなさ、だから俺なんかその炎上っていう言葉あまり好きじゃないんだよね。そう、なぜかってだって別にみんな通ってるし、なんかその場で炎上炎上って周りが炎上させてるだけであって、なんて言うんだろう、まあ、その人悪いって悪いって自分で自覚して謝ってんだったら全然いいんじゃないかなと思うけどね、うん、俺は。会社だってそうじゃん、言葉のミスなんかいくらでもあるしさ。いや、この辺はやはりあの人生経験豊富なジジイってことか。あのケンちゃんにお聞きしたいんですけど、うん、どうすか実際。俺いや、変えなくていいと思うよ。変えなくていいっすか、うん、だって個性決勝も変えちゃったらそうだ、ね、うん、しっかり謝るところは謝って、うん、いつも通りに過ごすのがそもそも多くいる視聴者さんのためであると思う、うん、俺はね、うん、あると思ったらね、きちんと謝ってね、うん、今いるね、視聴者さん大事にして今まで通りやるのが一番いいと思うよ、うん、そうだよ、だってね、いくら有名な人でもふざけた謝罪とかする人はするんだからなんかね、あのスーツだけど下はねパンツにちょっとたまに見るよ、たまに見る、なんかわざとだからその炎上をちょっと楽しんでる人とかたまに見るけど、うわこういう人はダメだなと思って俺やっぱ見ないの、うん、人としてダメだな。そうなると全然謝ってるんだから、全然俺はまだ全然いいと思うけどね。ありがとうございます。本当にやはりあの2人はあのこれあれですよ、2人あれですからね、こう俺にひいきしてるわけじゃないですからね。あ、っていうか俺ズバズバ言うタイプなんで。そう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 、だってゆうすけさんとも付き合い長いし、そう、ね、お互いいろいろあったから言えるし、お互いにね、そうそうそう、あっくんここダメだよとか、ゆうすけさんここダメだよとか言うし、そうそう、まあこれにあのこれに関しては年とか関係ないですからね、うん、年とか関係ないんで、ね、友達なんでね、言うことは言わないといけない。だからちょっとこの二人を呼んだっていうのもあるんですよね。なんか俺派とかないっすよ。俺派とかないっすよ。俺でダメだってダメっていうもんだ。そうそうそう。そうそう。それはやめとけとかだって散々言ってきたもんね、俺もね。そう。そう、だからそう言い合える、はい、だからあれなんですよ。だから本当のこう仲間っていうのは、やっぱね、こう愛のある厳しさというか。っていうか、言うこと言えない人は、ダメだ、本当にダメだと。その人のためになんないし。ダメだと思う、うん、そう、それは愛じゃないよねっていうのがあるんで、まあ、我々は愛し合ってると。いや、それはまあ、表現はちょっと嫌だ本当、やっぱ YouTube とポケモン GO やっててよかったですよ、このお二人みたいなね、方と。そうだよね、だってさ、何回もライブ配信とかでさ、言ってるけどさ、ポケモン GO やってなかったら絶対会ってなかったもんね。会ってないよ出会わないよ会ってないよ、だってもうケンちゃんとか、あのケンちゃんなんて特にあれでしょ、もう、まあ、だって年齢も違うし、年齢差全然違うからなでもあれですよ、あのこうやってなんかおからドーナツを食べて会ってるんですよ、今めっちゃうまいんで、あ、これめっちゃうまいんですよ、うまいんで、そう、いや、なんか2人にそう言われると、うん、なんかもっと なんかね頑張ろうって、うん、思います。そうだね、なんだろう、しっかりしなきゃっていう部分もあると思うし、今までの良さを壊さないようにやっていかなきゃっていうのもあるよね。 YouTube ってやっぱそこ難しいよね。そう、で俺はそれずっと正直迷いながらやってたんだけど、正解がないからね。迷いながらやってて、やっぱ自分はやっぱダメなのかなみたいな、まあダメなんだろうけど、ダメなのかなとかいろいろ考えてたんだけど、それこそさっき言ったそのいろいろ調べて、その自分がこうね、もう HSS 型 HSP だっていうのが分かったから、それで結構スッキリしたっていうのは、あ、自分はこういう傾向に、ある人なんだなっていう、まあ、それちょっと逃げてるわけじゃないけど、うん、分かったから、そう。だから、じゃなくて、個性が、個性ですからね。なんかね、大人になったなって最近俺感じるのは、なんかね、だんだん受け入れるようになってきた、いろんなことを。今まではなんか、いや、こういうの嫌だなってなってたんだけど、うん、受け入れる姿勢になってきてるのはあるかな、結構俺。あっくんはやっぱこういう気質あるよねとか言われて、今までだと、いやいや、そんなことないよとか否定してたけど、あ、やっぱそういう考えもあるんだなとか、そういうのを思うと、だんだんやっぱなんかその、大人になるにつれて、受け入れることの大切さっていうか、まあもちろんね、その、反論することももちろん大事なんだけど、なんか、なんだろう、落ち着き始めました、最近私。はい、なんかもう、しょうがないことに関してはもうしょうがないんだとかね。なんかさ、なんか許せることが多くなってこない。あ、それはもう前からだけど、ね、うん、
そう、基本許しやん。前までのさ、俺だったらさ、多分今回みたいなことが起きたらさ、うん、あの、なよみたいな。許せねえみたいな。許せねえんだよ、あいつがみたいな。俺のことを叩いたあいつ許せねえんだよ、みたいな感じになってたと思うけど、でもなんか、思ったのは、やっぱその人はその人なりの考えがあるんだなって思って、そうなのよ。いろんな人の考えがやっぱあるから、まあこう感じる人もいるんだなって言って次に行かせばいいと思う。そうそうそう。だから、なんか、少しは受け入れられるようになったかなって気がする。まあそれでもなお押し付けてくる人はブロックしてるんだけど。あ、まあ、そうだね。押し付けと、その、共感を得るとは違うからね。違いますね。そう。違うんで。だから俺は、なんかそれで、なんか今回もすごいいろんな押し付けみたいなこと言われたけど、それは自分はされて本当に嫌だったから。うん、だから、正直YouTuber ってある程度影響力があるから押し付けようと思えばいくらでも押し付けられるじゃないですか。そりゃそうだよ。そう、フォロワーという絶対的な影響力というなんか正義みたいなやつがあるから、それを盾にしてこう自分は正しいんだ、俺は正しいんだみたいな、それこそまあ、いやできないんじゃない、できんのかね。あんまり考えたことないから分かんないけど、あれだよ、全員が全員は無理だけど全然できるよ。あ、できるんだね。それこそあれじゃ分かりやすくて独裁者がそうじゃん。独裁者っていうのは要は国民っていう絶対的な支持という正義を使ってこう何押し付けてくるわけじゃないですか。それこそヒトラーとかスターリンとかさ、うん、俺が正義だって言ってそれでいっぱい人殺すのが正義みたいな感じをまかり取っちゃったわけでしょ。だから俺はなんかそういう危険性もあるなって思いながら。あ、そこまで考えてたんだね。いや考えるよ俺。そこまでは考えなくていいと思うけど。考えるよ。そっかそっか。だから俺あれさ、哲学科出身だからさ、もともとそういうの考えるの好きなんですね。だから今日もここに来るまで電車で今あれですよな、ウクライナ問題があるわけじゃないですか。それで電車の中でみんなを操ってなんかやろうとしたんだ。怖いな。でそんでなんかロシアの歴史をちょっと調べてたんですよね。で今日なんかあれですなんかスターリンとかスターリンがやったその大粛清っていう大量虐殺の記事とか見てたんですよ。それを見ながら来てます。怖いな。なんか大丈夫かな。俺今日無事に帰れるから。結構怖い話だ。まあなんかでも過激なのがユウスケさんのいいところって言ったら悪いけど、まあそういうところもあるから、俺は理解してんだけど、やっぱそのね、初めて見た人とかは理解できないから。こいつはいけないところのギリギリのところまで言ってていいんだよ。あ、まあギリギリも結構危ないですけど、ギリギリでやってたから多分超えたと思うんで。ギリギリ確かに、ね、そうかもしんねえな。そうっすね。そう考えるとやっぱ、ね、少し上振れぐらいのところでやってもいいんだよ。だって構成なくなっちゃうもん。そうなんですよ。だから構成はなくなっちゃダメなの。ただ限界を超えるのは絶対ダメ。そう、限度を超えるのはね。強気な発言したりこうちょっと病んでみたりのこの波見てんの正直こっちとしては面白いから、ね。怖いな。ちょっとこれからも炎上喫茶あるんですけど、はい、気をつけましょう。気をつけながらしっかり自分のやりたいことをやっていきましょう。はい、そうですね。全部ね、封じられちゃうのはまずいんで、ね。そうそうそう。よろしくお願いします。はい、はい、ところでアッカー、はい、ところでアッカー、まあ今までいろいろあったじゃないですか。はい、はい、ありましたね。あったけど、こうこれから俺らどうするっていうちょっと最後テーマにしたいかなって思うんですけど、はい、俺が気になってるのは、あなたこれからどうするの。俺まあ、これからまずここのファスナー閉めて、そういう話じゃないから、そういう話じゃないから、うん、とりあえずあれなんですか、なんか手術されたとおっしゃってましたけど、 それに関してはどうですか、はい、大丈夫ですか、手術ですか。いや、まあ一応大丈夫ですよ、再発の恐れは高いですけど。とりあえずはい、命に関わるとかはないみたいですね。一回なんか退院する前にお話があるんで家族と一緒に来てくださいって言われたんで、全ての覚悟をして行ったんですけど、命に別状はないって言われてなんやねんってなったんですけど、そうそう、まあ一応ね、持病が見つかったってことで、その家族にもしっかりその持病の説明したいからってことで呼ばれたみたいで、そこはね大丈夫でした。命は大丈夫です。なるほど、そこはちょっと僕も安心ですね。はい、実はそれに関しては全く話してないんですよ。そうですね、はい、俺ほとんどの人に話してないんで、これはそう、はい、話してないんで。でも、まあ特に何も言わないってことは僕は大丈夫なんで。そうですね、本当にやばかったら多分本当に大事な人たちにはもう速攻で LINE してるんで、多分そうですね、だから大丈夫だろうなって思いながら見てたんだけど、やっぱね結構みんなやっぱアッコも心配してたんで。まあそうっすね、はい、ツイキャスとかではちょびちょび話してたんですけど、その
その手術が決まる前の話とか結構ツイキャスとかで俺たまにやるんで、ツイキャスでなんか今日こんなこと言われたんだけどみたいな感じで、そうそう、こういう症状があってとか言ってたらまさかの手術になったんで、まあびっくりしたんですけど、まあしっかりね、入院も経てしっかり退院もして、もう今はね元気いっぱいですんで大丈夫ですよ。ああ、じゃあそれは、ね、はい、あのよかったです。皆さんあの安心していただければと思います。まあ、アップチャンネルがさ、はい、まあ今ちょっとお休みしてますね。そうそう、あのお休みしたじゃないですか。はい、で新しいことをこう見つけてなんかやりたいみたいな、そういう文章だったじゃないですか。うん、そう。でも俺基本ブレブレ人間だから、その新しいことをやるにしてもお金がかなり必要なんですよね。ああ、そうってなったらまずはお金集めないといけないんで、しっかりお金周りが良くなるところまでやんないと、ちょっとやっぱ YouTube の復活は難しいかなと思ってますね。なるほど。でもあの、うん、やっぱ YouTube、まあ、YouTube も、まあ、趣味では続けていきたいなとは思ってるね。なるほどね、うん、例えばね、ポケモン GO の動画は今やめちゃってるけど、余裕ができてきたらさ、まあまあ気持ち的にね、そんなすぐの速報の動画とかは出せないけどさ、なんかたまにちょっとプレイしてみたよとかの動画は別に趣味でやってもいいと思うし、あとはまあなんかその趣味でキャンプとかもやってみたかったから、そのキャンプ動画とか作ったりとかいろいろやってみたいなとかも思ったけど、まあどうなるかはまだ分かんないよね。いやでもね、なんだろうな、なんか見る人によっては中途半端に映っちゃうかもしれないけど、うん、個人的にはこう、あの完全にこうガンガンガツガツ活動しなくても、うん、あの場所を残すって俺すごい大事だなって思ってて、うんうんうん、例えばまあ俺もそうなんだけど、やっぱもうみんなやっぱあっくん、あっくんがやっぱ YouTube やるってなって、うんうん、そこにあの惹かれて集まった人たち、まあそうだね、で僕もでもあっくんがいなかったらこう YouTube をやるなんていう考えがまずなかったわけだから、うんうんうん、ね、でやっぱ、ね、この動画見てる人でアップしてる人も、うん、やっぱアックに惹かれて集まった人、それこそケンちゃんもそうだと思うんだけど、そう、うん、そうだから、まあ、僕もやっぱアックンチャンネル時代は僕の中ではあの第一章だと思ってるので、うんうん、あのやはりいろいろありましたけど、やっぱそこは原点だと思ってるから、うん、そこはすごい大事だし、いい経験をさせてもらったわけなのよね、うん、そうだから個人的には、まあね、うん、あのまあ、この前も、まあ、ライブ配信やられてましたけど、はい、あのなんか言っちゃえばなんか、まあ、中途半端な形でもいいから、うん、場所は残すっていうのは、ね、そう、これはね、個人的にはすごい大事だと思うし、多分それで救われる人もいると思うんだよね、うんうん、やっぱ昨日配信してみて分かったのは、やっぱみんなポケモン GO のやってるアックン好きなんだなって思ったから、うんうん、そうそう、一応残しておいて、たまにしかライブ配信とかね、まあ、たまにしか動画とか載せないけど、それは残しとくのはありかもね、すごいね。そうそうそう、うん、それでやっぱ昨日ちょっとなんか昨日が彼ライブ配信してたんですけど、久々にしましたよ、ちょっとなんか盛り上がった、おーアック久しぶりみたいなそう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 、元気みたいなね、そうそうそう、そういう感じがあったから、はい、だから僕としては場所を残してほしいなって思ってて、でも俺がこうなんかもう一回ちゃんと YouTube やろうと思ったきっかけも、ちょっと場所を残したかったっていう、うん、ところがあって、まあなんかあんまこういうことは言いたくないけど、まあ、うん、あっくんが、そう、まあ、やんなくなっちゃってあったので、うんうんうん、ってなるとあの頃のこうあっくんチャンネルの人たちはどうしたらいいのかと、そうだよね。でまあ、うん、たいちゃんもさ、こういろいろあるからさ、その頻繁にはあげないね、うん、ってなると、まあちょっと俺がちょっとなんかそういない間、だから俺は勝手に、これは俺が勝手に思ってたことだから、うんうん、勘違いだったら別にいいんだけど、あっくんがいない間ちょっと俺が頑張ることでこうなんかこう居場所を、うんうんうん、あの残しておいてね、それでもしあのあっくんが次なんか別にポケモン GO じゃないと思うんだけど、うん、あのなんか次やるってなったら、あの素直にこうポンって、あーね、そう、あの後押しね、そうそうそう、うん、っていうのは僕あの今だあの考えてほろほろほろ酔ってるから言うけど、はい、ほろ酔ってるから言うけど、僕はそういう意識でやってたっていうのは正直ありました。うん、うん、なるほどね。キモいでしょ。いや、キモくはないけど、キモくは別にないと思うけど、うん、そうそう、まあやりたいようにやるのがやっぱね、ゆうすけチャンネルのいいとこなんで、やりたいようにやるのが、ね、そこはね、全然ね、いや、むしろ思ってくれてたんだなと思ってね。そう、そうです、うん、ちょっと恥ずかしいんですけど、ケンちゃん、はい、はい、なんでやろ、どう思います。いや、いいことだと思うけど、友情が今ちょっと見えて羨ましかったよ。本当っすか。キラッとか入ってませんでした、大丈夫。ちょっとなんかあの、ちょっとかけ気味が、友情パッチールみたいなやつ。やばいっす、やっぱ割れちゃってんじゃないですか。ほぼ繋がってない。そうそうそう。あ、でもその気持ちわかるよ。俺もさ、YouTube 始めようと思ったんだけど、やっぱアックン憧れてさ、ああやってポケモン GO の楽しさ伝えられる人になりてえなと思って。ありがたいっすね。
っていうちょっとまあくんチャンネルのこともあるんだけど、俺はね、なんか最近思うのはね、うん、なんかたまにはなんか2人でなんかやりたいなって。あー、わかるわかるわかる、うん、っていうのはね、あるよ。やっぱね、まあいろいろあったんですけど、いろいろあった時って大変だよね。俺らいろいろあった時って大変だよね。大抵あれだよね、なんかやばいやつ絡んでるよね。あ、まあまあそりゃそうだ。俺らの間でやばいことがあった時って大抵なんかがあった時だよ。なんかやばいのが、そうだね、まあ、春マゲドンが来たみたいな。まあ、たまにはやっぱね、なんかやりたいなって僕は思ってるんですけど。そうですね、何がありますかね。何やりますか。何やってほしいですか。俺らあれですかメントスコーラー。いや、それやめろ。床汚れちゃうよ。あ、分かった。じゃあメントスコーラだけど、ゆうすけさんのお腹の中にコーラ流し込んでメントする。どういうこと。だからゆうすけさんの口からこうやってコーラ流しながら、口の中にメントする。でも俺がバーって出したらお腹破裂すると思う。お前死ぬわ。喉の奥に入れるからメントス。お前死ぬ。まあ今のご時世だからさ、その視聴者参加型ができないのが辛いな。それが辛い。だから俺たちはあれ好きだったから本当に。いや、だからコロナがもし落ち着くんだったら、また2人で山手線を回りながら、そうっすね、こう視聴参加型はやりたい、あれは絶対やるでしょ。で、あとはなんか前、去年行ったけどさ、なんか横須賀行きたくない。横須賀去年行ったじゃん。さ、横須賀にさ、行きたいって言ってたわ。あれでしょ、だからあの時のことを語りながらみたいな。あ、そう、あ、言ってたね。あれなんですよ、この子は知らない人も多いと思うんですけど、僕らって横須賀イベントで出会ってるんですよ。そう、横須賀イベントのグループに誘ったことによってやっ、ね、出会ってるんですよね。そう、横須賀の間、2018の夏ですね。そう、8月何日だっけ、30日の回でしたね、確かね。そうで、ツイッターでね、募集して横須賀で高校太一のプロピュースだったり、切らねないで交換とかしたい人集まってくださいって言ってね、100人ぐらい集まってね。ぶっちゃけその時はあれですか、第一印象俺どうだったの。いや、別に普通でしたけど、なんか別に、あ、なんかすごいポケモン GO 好きな人が来たなみたいな。だってすごいっすよ、そのトレード会しようねとかも話してたんですけど、ゆうすけさんが積極的に、なんかいろいろここで集まってやりましょうとかやってくれましたからね。ちなみに俺びっくりしたんですけど、実はPVP で有名なYouTuber さんがあのサークル入ってました。でもあれですよね、やっぱ横須賀で出会った人たちは今とも仲良くやってますよ。仲良く、本当にキラフレになった時とかはね、なんか交換したりとかさ、行きたいね、行って、なんかこうここであれ捕まえたよなとかさ、そう、なんかここのこのなんかこういうモニュメントのところで俺セレビー撮ったなとかね。そうそうそう、なんかそういうことがしたいですね、うん、いや、コロナがなかったらもういかにもこの人とやりたいことなんていっぱいあるんですけど、うん、これご時世だし、あとやりたいことが結構制限されるのがやっぱコロナなのよね。そうなんだよね。まあ、みんなもそうだと思うけどね、その YouTuber さんたちはね。そうでさ、普段もさ、こうなんか小川町とさ、あれでしょ、あそこでしょ、ウルトラマンだから離れてるっていうのもあるんだけど、まあちょっとね、なんかそうですね、もしかしたらみんながなんか面白い企画考えてくれるかもしれない。あ、じゃあこれやってほしいとかね。ああ、そう、じゃあもし俺らになんかこれやってほしいっていうのがあったら、コメントにくださいって言って、何もね、いや、もしあったらぜひコメント、できるものに関してはやってもね、なんか2人で、あ、これいいじゃんってなったらね、やってもいいかもしれないですよ。そうです、なんでもしあったらすみません、コメント決まりで騒いでくださいとかはできないから。いや、まあそんな感じで、あくんとのね、お話はそろそろ締めたいと思うんですけど、どうでした、今回久しぶりにこの2人のさ、絵面でさ、こうカメラでさ、カメラ裏ではいろいろ話してるけど、めっちゃ話してる。そう、こうやってカメラでYouTube 話すっていうのをやってみて、どうでしたか。いや、まあとりあえず俺はもう第1話、ゆうすけさんがね、元気な姿を見えたんでね、僕は。はい、やっぱね、ツイッターとかではさ、連絡取っててもさ、元気なのかとか分かんないじゃん。その時話してる時はもちろん元気だけど、実際どうなのかなって思ったけど、いや、思った以上に元気そうでよかったです、本当。あ、そうっすか。はい、僕もなんか君がなんか手術とか、そうそうそう、最近ね、暗いツイートしかしてないからさ、そう、それこそまあ、この人はなんか、このなんかリアルよしきさんになるんじゃないかとか考えて心配だったんですけど、やっぱ久しぶりにね、
こう話せて、はい、そしてその姿を皆さんにねはい体全体で表現しましたあの皆さんにこう見せれたというのが良、はい、かったですし、まあ、個人的にはまあなんか言い方できない微妙かもしれないですけど、こういう2人がねお元気ですよという姿を皆さんに見せることが、まあ、一種のやっぱお世話になった皆さんへのちょっと恩返しというか感謝の、はい、気持ちと、なっておりますので、はい、僕としてはね、はい、まあ、いろいろね、まあ、不器用なね我々なんですけど、今後ともよろしくお願いいたします、はい、そして、まあ、ゆうすけチャンネル、はい、ザクンチャンネルも今後どうなるか分かりませんが、そうですね、ケンチャンネルもどうなるか分かりませんが、全力で人生を好きなように、はい、好きなように人生を楽しくGO好きなように人生を楽しくGOしていきたいと思いますので、こう YouTube を通して、皆さん今後とも楽しいことをやっていきましょう。